せーの、でかこやちゃん。せーのって言ったのに合わなかった、ね、合わなかった。何言うんだろうって一回思っちゃったから、はい、ごめんなさいね、はい、でかこやちゃんということで今回で第3回になります。MC のでっかちゃんだよ。そしてスタジオ小山店長の佐藤です。よろしくお願いします。ということでございますけども、はい、続いてますね。3回目、3回目まで来ましたね、とうとう。ありがたいですね。今日も楽しみのバンドでございます。はい、ね、ちょっともう早速いろいろ喋っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。でかこやちゃん、今日のゲストはこちらの3名です。ウギル 5X です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、すごいすごい、上の方見てたね。 あれはモニターだからね。あのカメラを見ないとだ。失礼いたしました。お願いします。斜め上みんな見てたから。ということで、ちょっと簡単なプロフィールを読ませてください。はい、グリード5X は東京を拠点に活動する3人組パワーポップガールズバンドということで、通称グリファイということでですね、メンバーはファティマさん、ボーカルベース、そしてユミカさん、ギターコーラス、そしてミユさん、ドラムの3人で、はい、2018年から活動し始めてるということで、よろしかったでしょうか。はい、はい、ありがとう。まだ見てるよね、はい、ミユさんまだ見てる。気になっちゃいます。青具合が気になる。そこの写り、そうなんです、このお面。見てください、これ何ですか、これは。でっかちゃんの、でっかちゃんは分かります。でっかちゃんのなんか絵の切り抜き用、それ何でできてるんですか。これ LED ライト。 LED、 いや、だからあの LED の口に当ててもマイク拾わないんで、なるべくあの口に当ててください。間違えちゃった。いや、そんなんも用意していただいて、はい、ありがとうございます。僕なんか角生えてるみたいになってる。可愛いですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そこの何なんですか、角みたいな。これですか。はい。ここはあの目が見えるところです、中の。あ、こうやってたら目が見えて。そうです。すごい。私目が見えるところ。これはお二人は知らされてたんですか。でっかちゃんはあの先ほど知りました。今日の曲の収録の時に。そうですね。直前ですね、本当に。いつもこんな感じなんですか、ミユさんは。あのライブ前に突然こういうことをする。じゃあ慣れっこで。そうですね。今日これねみたいな。はい。もともとこういう出てもらうきっかけは。あ、そうです。うちのスタジオをずっと使ってくれてて。はい、使ってることは面識があるってことですか、佐藤君は。はい、いつもお世話になってます。とんでもないです。店長ですからね。そうですよね。いや、でもこうやって話す機会は、はい、そうです。いや、でも本当にそんなにないですもんね、うん、会計の時ぐらい。そうですね。お金のやり取りやり取りのぐらいですよ。なるほど。ただ僕もちょっとこうスタジオこう回るときに、はい、おともれ聞いててかっこいいなと思ってたので。 ありがとうございます。はい、おともれを聞いてかっこいいなと思ってかっこいいな、声かけたんです。声かけましたね。 ありがとうございます。どう思いました、おともれ聞いてきた声かけてきて。いや、もうなんかいつもあのお金の関係だったんで、はい、もっと仲良くなれると嬉しかったです。お金以上のものを、はい、気持ちがね、はい、やっぱりなんかおともれ聞いてるだけ強調されるとめちゃくちゃ気持ち悪いやつみたいな、ね、この店長おともれ聞いてるみたいな。まあ聞こえてくるからね。聞こえてきますから。なんか気になるサウンドだなっていうことです。そうです、そうです。なんで僕がフォローしなきゃだめ。でかこやちゃん、僕も最初音楽だけ聴かせてもらった時はこんなトークとか絶対出てくれない方かなと思って。これもそもそも皆さん違うんでしたっけ、音楽のきっかけは。あ、個人個人では、はい、そうですね。ファティマさんは。私は個人で始めたきっかけは、はい、なんかあの小学校の時に、はい、あの吹奏楽部に入ってたんですけど。お、吹奏楽。はい、その時はフルートをやってまして。フルート。ピルピルさんのちょっと可愛げのある感じで。横の。あ、そう、やってたんですけど。その時にあの中学校と、はい、あの小学校の合同 の、うん、なんかの市のコンクールみたいなのがあって、はいはいはい、でそこであの
うちが行く中学の先輩がベースを弾いてる先輩がいて、吹奏楽部で。吹奏楽部だけどベースもあるんですね。 あって、はい、ですごい女の先輩だったんですけど、すごい楽しそうにかっこよく行って、かっこいいのって、うちそこで絶対それやるって思って、その時もベースかもギターなのかも何なのか分かんなかったんですけど、まあ、分かんないですよね。でもそこからもう、うん、ベースをやって、ベーシストというか、もう何かしらの形でやっていきたいなって。その時やってた楽曲とかどういう感じなんですか？ああ、もう本当にザ・吹奏楽みたいな、オーケストラ系の。その吹奏楽の感じのベースがかっこいいってあんまり思いつかないというか。そうですね。あとまあ普通にJ-POP とかも、はい、あったりして。演奏してたから。そうですね。結構ノリノリですもんね、ベースの人ってね。そうですね。ユミカさんは？はい。きっかけはたまたま家にギターがあったんですよ。いやいや、たまたまない。たまたまないから、ね、本当にたまたまあったんですか？そうですね、親が昔ギターをやって、はい、あ、やってたんですね、はい、はい、特に弾いてるとことかその見たことなかったんですけど、不思議に思うもんね。そうですね、たまになんか、うん、ギターあるなみたいな思って、うんうん、あ、もう家の一部としてはあるなって気になってたけど、ね、はい、ちょっと弾き始めたら楽しくて、うん、で高校に入って軽音楽部に入ってバンド始めてやったって感じです。すごい、はい、その弾き出したら親は何か言ってきました？どうだろう、なんか土手でよくギター弾いてたんですよ。持ち出して土手で、すごい昭和のフォークシンガーみたいな感じで部活動とか入ってなかったんですけど、中学生の時は、はい、で、まあなんか暇だなと思って暇だなぁ、はい、ギターあるなぁ、持ってこうかな、土手だなぁ土手だなぁって土手で弾いてました、一人でそれでギターにハマったということで、はい、みゆさんは？私はお父さんが音楽が好きで、小さい頃から、うん、ライブハウスとかに結構連れてってもらったりとかして、たまにお子さんとか見かけて、で今だったらこういう音が小さくなるヘッドホンとかしてね、いいです。その時はしてなかったから難聴になっちゃったんです。やっぱ大事ですよこれ。大事ですね。皆さん子供連れてくる時は。で、お父さんの影響で結構音楽にやっぱ興味を持ち始めて、で、ちょっとドラムが一番かっこいいなって思ったので始めたのがきっかけです。あ、やっぱかっこいいなとか、まあ家にあるからとか、なかなか親の影響とか。そうです。あって、その親の影響でギターは何を練習してたんですか？ちなみに、あ、なんか一番最初に聞き始めた曲は、うん、その時ラッドウィンプスがすごい好きだったんですけど、お釈迦様って曲があるんですよ。お釈迦様全然そのいや、はい、難しくないですか？めちゃめちゃ難しくて、うん、本当それだけを数年間にわたってあ、もう一曲を仕上げにかかったんだ。もうそうですね、で弾けるようになって、はい、数年後 YouTube に演奏動画を投稿しました。ああ、うわ、時代、はい、時代だわ、ね、そっか、はい、それなんか恥ずかしいとかないの？やっぱもういけみたいな感じ。でも数年かかってるからもう自信、はい、私の自信作ですみたいな感じ。そうですね、はい、はい、なんかそれで諦めないでやるって言われる。僕も挑戦して高校生の時にバンドメンバーを集めて、でも結局できなかったんですよ。もう難しすぎてダメだってなって、もうずっとブルーハーツのリンダリンダばっかりだったんで。リンダリンダいい曲ですけど、まあやりやすいというか、ずっとバカにした目で見てこいつみたい諦めたんだこいつだせえな私は弾けるよお釈迦さん、おシャバお釈迦さん、でっかこやちゃん。みゆさんはあれですか、親に連れてったライブってどういうどこら辺のライブだったんですか？なんかもう本当に地元のライブハウスとか、 あとはなんかアブリル・ラビーンさんの武道館ライブとか、すげえ、いろんなところに連れてってもらって、だからこう、アビリルファッションアピールを。そうですね、そうかもしれない。これでこの3人が出会うっていうのはどういうことなんですか？これはですね、はい、まずきっかけは、はい、SNS っていうか、それこそ彼女が上げてたギターは、うん、彼女が上げてた YouTube とかを見て、あ、いいなと思って、だから伏線回収みたいな、すごい、そうなんです。で、
SNS で見つけて、うん、でファティマは別のバンドやってたんですけど、はい、ちょうどそれが解散しちゃって、そでその時にもともとライブハウスで知り合いで、はい、で一緒にライブやらないって、ライブというか、まあ、バンド一緒に組まないって言って、えーすごい、それで3人は集まって、はい、でその時皆さんバラバラで活動してて、その音楽の方向性というかは近かったんですか？割とその聴いてる音楽はみんな違ったんですけど、かっこいいねって思うものが結構一緒で、それが結構合致して、そんな感じで、わすごい、はい、どこら辺を聴けばこの共通になるんですか？このそれがサム40、なるほど、そういう結構パワーポップ、そうですね、海外な、海外のバンドさん、そこら辺からのもう今のグリーンバイビーの音楽につながるわけですね。そうですね。わあすごい。いやだからどうやってこういう激しいじゃないですか。ジャンルで言ったらパワーポップなんですか。そうですね。ジャンルで言ったらパワーポップ、まあ、なんか激しいサウンドにキャッチーなメロディーでっていう感じでパワーポップとか。はい、あとは最近ヘイトポップっていう、ヘイトポップ、そうだね、なんかちょっと独自な独自の作ってみた、グリファイ、はい、独自のヘイトポップだ、ヘイトポップっていう、ヘイトにポップあるのか。これ歌詞とかは、歌詞はハティマさんが書、はい、はい、て英語で、あ、え、ね、英語でもないなんですけど、いや英語なんです。英語なんですけど、はいはい、なんか私そんなに英語できなくて、あ、なんか一見ね見た感じは喋れそうな、できそうなんですけど、はい、全然できなくて、一旦日本語で歌詞を書くんですよ。うん、なんとなくの日本、なんか日本語訳みたいな感じで日本語を書いて、でそれをこう頑張って英語に直して、翻訳とか、まあちょっと英語ができる英語で、ちょっと英語見ながら。できる。あ、そうなんですね。意外でした。そんな感じで歌詞を書いて。面白いですよ。歌詞専攻ってことですか、曲も。あ、いや。一旦日本語に書くって、それで曲聴いて当てはめて。ああ、メロディー、はい、バンドサウンドっていうんですかね、最初に楽曲があって、楽曲作って、その後に、歌詞になって、まず最初に日本語で考えて英語に変換する。ああ、じゃあ言ったら日本語バージョンもあるってことですね。あ、うん、日本語なの？やっ、最初は、あ、そうですね、最初は日本語になってる、ね、それで歌ってみたりはない、はない、言わんのかな、そのままじゃなかったね。でもすごい作業ですね。だって日本語の文字数と全く違うくなるから、ね、音数が全然変わってきます。そうですね、なので本来あったメロディーとかはちょっとまた変わってきたりはするんですけど、あ、最後の英語に寄せて変わってくるんで、ね、すごい作り方です。でかこやちゃん、じゃあその、まあ、一応ここスタジオ小山はスタジオということで、どういうスタジオの過ごし方というか、はい、なんかルーティンみたいなあれば教えてほしいんですけども。ールーティンは、はい、なんか まず、はい、まず、楽器を出します。はいはい、まずはね、まず出すタイプですね、まず、はい、出して、はい、じゃあルーティーン、そうだなと思ってルーティーン考え、なんかあんまなかった。最低は嫌なこととか話して、はい、こんなことあったみたいな、こういう話をして、で、じゃあやるかみたいな、頑張ろう、はい、今日もみたいな、音出したら頑張れるからみたいな感じで始めるんですけど、はい、なんかもっと面白いのあったらいいなと思って、はい、最近は踊ろうって、はい、まずそれって最初に聞くのは勇気いりますね。一発目の踊ろうは大丈夫だったんですかね。はい、なんか全然ダンスができるわけでもないですけど、こうなんか曲をこう準備しながら流しながら踊って適当に、それでやっぱある程度スタジオ入って、まあいつも準備して、なんかこれなんかあれだなと思って踊ろうって言われてるんですよね。とりあえず動いたら元気になるみたいな感じ。とりあえず動いてからやろうよみたいな。いきなり動くのもみたいな。そう、温めようよ。準備運動みたいなこと。そう、はい、そうですね。
かこれやったことによって全然なんかその後の練習の動きが違くて、うん、動きやすくなるんですよね。もういつもは本当にバーってやってバババババってやってたってこと。そうですね、なんか準備運動は大事ってことだよね。大事大事大事だからなんか準備運動して楽しすぎてちょっと疲れる。それに気づいたって。そう気づいちゃった気づいちゃったわーいわーい。スタジオに入る前は準備運動が大事だよね。コン最高。あ、そんな喜んでもらえるとありがとうございます。今僕準備運動できてなかったので結構ローテンションが気づいちゃったマジ。もっと多分テンション高かったはずなんですけど。楽しい。それは何の曲で踊るとか支障なければ。あ、なんかもうとりあえずアップルミュージックとかにあって最近聴いてるような曲とか、なんだろうな、例えばパワーポップ系とかですか。いや、ね、なんか EDM EDM だ、クラブだ、そう、クラブ。うわー、すげえ。ぶち上がる系でシャッシャッ。ああ、面白い。それ今度撮らせてほしいけど、あの聞き耳立ててさ。そんなことしてたなんてすみませんでした。準備運動の時に あそこからこカメラを佐藤君頼むよ、こうですね。で、なんかこうどういう感じか僕が全く分かんなくて、バンドさんでも何回も曲を練習するって感じですか。もうライブに向けて。あ、そうですね。曲順とかですか。スタジオのその日によっても、例えばライブが近いと、もう最初からセットリストを組んで、どういう風にやっていこうかみたいな感じで組み立ててたり、あともう曲でずっとイントロループしてもう会うまでやるとか、そういうのをやったりとか、結構日によって違うかもしれないです。そうですね。だいたい3人の中でそういうリーダーみたいなのミユさんですか。一応、一応驚くかっていう、いうのもリーダーですね。はい。いや、でもこうスタジオ小山どうですか。使いやすい。めちゃめちゃ、はい、本当に最高です。はい、最高です。おお、嬉しいですね。いいじゃない。ここら辺に社長のおかげ。いやいや、なんかここら辺だとなんか亡くなった方みたいになるから。社長いるから、もうすぐそこにいるから。社長の顔が浮かびます。浮かびます。ね、いいよ。こう見ちゃったらもう。ね、社長はお会いしたことあったんですか。ああ、そうなります。もう世代なので。社長は優しいね、感じで。優しい、優しい。ずっと赤いシャツ着て。多分赤いシャツ好きだから僕も呼んでくれたのかなっていう感じ。ああ、なるほど。つながり。どうなのか、いまだに謎なんですけど、なんで僕がこの YouTube 出ることになったかも謎ですけど。いや、でもいいスタジオ、なんかここもうちょっとこれあったらいいなみたいなのはない。特にもう不満はなくですかね。まだ、あ、も使いやすいし、すごい安いね。それ大事ですよね。しかも人もめちゃくちゃ良くて優しい。そうですよね、やっぱ何度も来やすいというか、いいですよね。わ、もうこれはもう宣伝効果ありますね。自分が照れちゃいました。最高だね。店長ね、ネガゴヤちゃん。そんで、今回演奏してくれる曲ですけども、はい、こちらは何という曲でしょうか。じゃが、How to Get という曲になります。 How to Get、 はい、これ歌詞も僕いただいてね、はい、見させてもらったんですけども、うん、はい、ありがとうございます。言っていいのかな。あの、わかんないです。この、まあ、日本語もちゃんとついてるんであれですけども、はい、ちなみに歌詞はどういう誰に向けてとかあるんですか。これはですね、もう、はい、あの世界中の例えば、はい、働いてる人だったら、うん、なんかあの、うん、例えばあの上司の人とか、はい、なんかこうストレスとかあるじゃないですか、はい、学生だったら、はい、なんか同級生とかわかんないですけど、日々のストレスとかをこう、うん、誰が聞いてもこうぶつけられるような曲。ストレスをぶつける曲、はい、ヘイトを出す。あ、なるほど。こう私がさっき言ってたヘイトポップです。そうです、もうそこそれです、もう、はい、それ発散しても私たちをこうちょっとスッキリして
ってとか、ね、次の仕事頑張ってほしいとか、うん、はい、そうですね、で特に多分それは、ライブでより生きてくるのかなっていうか、うん、ライブで一緒にうちもう今ご時世でまあお客さん叫べないですけど、まあね、私が叫ぶことによって一緒にこうバーってやってでなんか発散していただければっていう感じで、これもうさっきその小山チャンネルの方でねライブのこの曲の演奏が見れるんですけども、はいはい、僕も見させてもらったんですけど、うん、なんかその叫ぶ時とかっていうのはやっぱ気持ちが入ってる感じですか、うん、そうですね、めちゃめちゃ入れてます、ね、うんうん、くそーみたいな、すごい、なんて言い方し、柔らかい言い方でぶっ飛んでたその言葉を言う時にはもう怖いいやでも本当に僕めちゃくちゃ好きなサウンドで、嬉しい、高校生の時結構激しいの聞いてて、そうなんですか、で一回ブラインドガーディアンっていう、うん、ジャーマンメタルっていうライブ見に行ったんですけど、ちょっとみんなこう僕はちょっとこうなんか弾き方とか見たいのに、でもみんなこれやってるからこうやって結局誰がどれかとかも分かんないまま書いてるんですけどなんかライブの見方とかあるんですか、フリーファイブ。いやなんか今はなんかこう、うん、なんかこう手を挙げてくれる人はこう手を挙げてくれて、なんかこう暴れたい人はこう挟んで、ね、おのおので、そうですね、好きなように暴れてもらってる感じで、ね、みたいな感じで、もうだって今見た目からしたら可愛らしいね、そうなんです、感じの3人がやっぱライブとか、まあ、演奏になるとすごい激しいじゃないですか、かもしれないですね。あ、でも全然一人顔分かんなかったんで、それはちょっとチャンネルで確認してください。なぜか一人だけ顔が、どういう表情かが全然分かんなかったんですけど。確かに。めちゃくちゃニヤついてましたけど。笑いながらやってる。あんな激しいの、すごい。それはそれで怖いけど。いやでもなんかめちゃくちゃ確かにその。ヘイトをぶつけられるというか、すっきりしそうな音楽だし、うん、特にこの暑い夏とかにもね、ぴったりというか、なんでなんだろうね、あんな重い音楽、夏に聴くといいなと思うの。高揚しますよね。わかります。いやでもな、本当は、なんだろう、なんであんな激しい音楽をやるきっかけになったんだろうって、でも好きな音楽だから、うん、そうですね、あとはもう全員のなんか深いところに何かあったらそうだね、ヘイトみんなのヘイト出しちゃって踊ろうみたいなそんな感じだと、みんなのヘイトをお客さんに投げてるこっちがスッキリしちゃう感じでお客さん受けちゃうから、おーデカコヤちゃん、なんかこれからの活動とかどうしていくとかありますか、うん、これからそうですね、はい、もうやっぱライブたくさんやって、うん、そうですよね、ライブ、うん、まあ、ようやくちょこ、ね、できるようになったから、うん、そうですね、あとはやっぱ日本もそうですけど、うん、日本のみならず海外で世界でも音楽を楽しんでやっていきたいと思っているので、うんうん、確かに海外の人に全然直接通じる、ね、ね、感じだし、うん、はい、全然なんかすぐでっかいフェスとか出てそうだけどね、当、うん、てたいですね、うんでもそれ出たらこの動画消してくれないかって事務所からちょっと分かんない気がついたらなんかね、狼っぽくなってるかもしれない海外受けやすいからなんかアニメキャラみたいになってる顔のようになってたりするかもしれないけど、ぜひ動画残させてください。いや、ぜひぜひぜひ。いや、本当話したらすごい話しやすいし。そうなんですよ。いや、本当にニコニコで。襲いかかられるかと思ったぐらい。おい、でっかー、でっかーみたいな感じかと思った。こんなね、笑顔なのに歌うとやっぱ豹変しちゃうから。すごい。めっちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいです。本当演奏。そしてライブ行きたくなる、やっぱり聞いたら、うん、ありがとうございます、ぜひ遊びに来てください。え、あ、ライブってどういうライブ出るんですか、はい、なんかこういう感じならアイドルさんとかにブッキングされるそうな、そういうのもあったりしますよね、アイドルさんでも結構ロック寄りのサウンドの人もいるし、うんうん、そうですね、うん、アイドルさんもロック寄りだよね、結構そうですね、多いですよね、うん、その昔ながらのアイドルの感じもあるし、
可愛らしいとかでもあるけど、でも結構激しいとか激しいし、うん、そうですね。え、それでも並びで出るとやっぱすごい、どんな感じになるんですか、まあ、アイドル、アイ、イエイ、イエイ、イエイみたいな感じの後に出てくるわけですよね。イエイ、イエイっていう感じの可愛らしいアイドルさんの後に出た時は、はい、なんか深夜の海みたいな あれ深夜の海怖いよ下何がいるんだろうとか怖くなっちゃうやつ、ね、自然って怖いって思うやつ、ね、大丈夫かなみたいな、うん、でもなんか結構割とこういううわーって感じの激しいアイドルさんの時とか、やっぱお客さんもみんなこう、うんうん、あ、なんか、おー、あ、なるほど、やっぱ、まあ、聞き慣れてるサウンドだし、お、生で聞くとこんなんだって。そうですね、そうですね。逆にそういう方がファンになったりも。あ、でもそうですね、うん、つい本当に先日ライブしてきたんですけど、うん、その時は皆さんなんかすごい楽しんでいただいて、うん、でなんかフライヤーとかいつもこう配ってるんですけど、うん、その時ももらっていただいたりとか、うん、あ、よかったです、楽しかったですとかって言っていただけて、なんか嬉しかったなと思って。うわー、見たいなライブその深海の時も見たいけど面白いですよこれは深海かーって一緒に深海になりたい気分もあるし、もう関係なく楽しみたい気分もありますね。いや、でもめちゃくちゃ嬉しい、うん、よかったお話聞けて、かっこよかったですね本当に。聞き耳立てていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そこだけ引きずってそうな、ずっとあれ言わなきゃよかったなぁと。いや、こういうこと言うとバイトの子たちにめっちゃ言いづらい。ずっとニヤニヤしてた受付の子。また店長なんかやるよ。すぐ隠し撮りされてる。ちょっと。寝起きで機嫌が悪い店長みたいなすぐ載せられYouTube やってるもんだからそれも小山チャンネルで見れますもんね。そうですね、そうですねっていうのも嫌だけど、なんかゴミ捨てをだるそうにやってるっていろんなそれを隠し撮りしてるのもなんか可愛らしいというか、そういう時はね、こうグリファイの音楽合うんじゃないですか。確かに眠気一気に覚めますね。ぜひぜひぜひ、機会あれば PV に、ぜひぜひぜひ、寝起きの佐藤、あ、いいですね、ヘイトめちゃくちゃいい、ヘイト店長ヘイト店長。でもそういう PV とかってどういう意識とかあるんですか。はい、なんだろう、曲によって結構、うん、まあ演奏のが多かったり、そうですね、うん、演奏が多かったり、あと、うん、もう PV の時でもう曲のイメージをその撮る人とかにも伝えて撮るみたいな感じですか。そうですね、かなり細かく、はい、細かいですねもうやっぱその歌詞の思いとかね、サウンドを伝えたいから、はい、こっちの方がいいよとか、うん、ここはわーくれ、すごいアップの時にすごい顔するんですか。すごい顔してます何回も撮るんですか。あ、何回も撮りますあ、ちょっと ブスじゃないか、大丈夫そっちも、そっちもそうかやっぱ可愛らしいと綺麗に映った方がいいですよね。できれば、できれば見つつ、はい、なんかちょっと大丈夫かななんか難しい乙女心というか難しいです難しいですね。本当ですね、ライブとかだってもう汗だく、あ、もう汗だくですね。でもお化粧とかってどうされてるの。もうドロドロです。ドロドロ、一応やっぱでちゃんとして、ね、ちゃんとしてるんですけども、終わった後はもうもうドロドロしてこありがとうございましたそうですね、目に入ったりしませんか。しますね、すっごいします。あとは私はこれで隠しますけどそれいつも持ってんのこれいつも持ってますそれなんかスポンサーで ね、うん、あのやってほしい、出資してくれたらここにしますみたいな確かにやりたい活動資金にしますんでみたいな、なんとか建設みたいなそういうのいいかもしれない。え、ライブたびに変えるんですか。ライブたびに変えます。これあの文字とかも入れられるんで、文字が流れていったりとか。あ、そんなのもできるんですね。そうなんですよ。文字だとちなみにどんな文字ですか。なんかもう何でもいけ
るんですけど。ええ、もう 今変えれるんですか。今変えられます。そんなスマホでなんかアプリと連動とか。アプリとそうだ、連動してて、ハイテクな。すごい。この前なんかうんちになってました。うんちなんですかね。うんちのうんちうんちの絵文字があるんですけど、はい、うんちになってて、うん、ちょっと焦りましたけど、うん、びっくりした。なんて言ってて自分でやったんでしょ。勝手にあの切り替わっちゃって、あ、勝手にうんちになるの。びっくりしたよね。もうライブ中に気づいたら、いや急に見たら、はい、もう近いって、どうかしたみたいな。顔もついて、あ、なんかついてる。行きましたかね。こんな感じで。すごい。こう、おー、すごい。こういやー、おー、あ、まあ、すごい。はい、ちょっと後で撮らせてもらって。すごい。何でもいい。ちょっと欲しい。うわ、めちゃくちゃいい。ね、ライブハウスとかでちょっと暗めだし、余計ね、光って。そうなんです。可愛い。結構映えてるよね。小屋もちゃんと作ってくれたんですね。あ、今作ったの。今すごい。よかった。その後にうんちなくて。おやーま、どういうこと、ヘイトメッセージなの。いやでも楽しかったね、はい、いやもうめちゃくちゃもうあっという間、ずっと喋れるんでここら辺で終わらないと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何か見てる方にメッセージとかあれば。はい、と改めてグリード 5X と言います。はい、ですね、定期的にライブをやったり、あとはサブスクとかも配信されているので、ぜひチェックしていただければと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、最後に一ついいですか。はい、はい、え、はい、はい、ぜひ高円寺小山もよろしくお願いします。お客さんに言われちゃう。お客さんに小山愛が強すぎるよ、小野さんには。ありがたい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでグリード 5X の皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。てかこやちゃん、そして最後に皆さんにやってもらえるかわかんないんですけど、はい、毎回恒例のやつをやってもらおう、あるんですよ、でもいいでしょうかというか、毎回恒例のやつが、はいはい、スタジオって言うんで、はい、お、これショーですね、漢字の山。あ、なるほど。こ、山。山なんです。おお、なるほど。お、やってもらうんですけど、はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。イメージ的に大丈夫ですか。そうそうそう。全く問題ないです。はい、ヘイト出しちゃってもいいです。こう楽しくこう山でスタジオ、はい、こう山でもらえたらありがたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。じゃあ店長の方から掛け声お願いします。はい、スタジオ小山、ありがとうございました。ありがとうございました。でかこやちゃん、